TV です。はい、どうもこんにちは、久しぶりです。というかまあこれいつ公開になるかわかんないですけど、うん、今島根大学附属病院、はい、産婦人科、はいはい、に来ております。来ております。今日で3回目かな、うん、はい、3回目。ということでちょっとまあ不妊治療ですよ、うんうん、そうですね、体外受精に向けての準備で、うん、はい、ここ6日間毎日ホルモン注射をし、うん、今回今日で6日目 ?7 日目今日で7日目7日目で、卵胞のサイズを測って、うん、まあ、今後どうするか。みーちゃん腹水が溜まっとると。本当に、うん、慣れてないホルモン注射で無理やり刺激されてるのもあって、うん、圧迫がすごい、食欲不振もすごい、まあ、お腹の中にね、うん、水のタンクみたいな、そしてこんな感じ、もうね、もうほんとこっち筋肉注射こっち筋肉注射、うん、毎日毎日だから両方パンパン今、うん、っていう感じなので、今から卵胞のチェックをして、うん、次回何をするかを先生と相談していきたいと思います。はい、行ってきます。行ってきます。終わりました。はい、お疲れ様でございました。お疲れ様です。卵が18ミリ、うん、もうそろそろ排卵になるので採卵の日を決めてきました。20ミリくらいになったら採卵ということで、はい、今日はとりあえずね、うん、口注射なしで、うん、血液検査、普通の採血大丈夫、痛い子宮も痛い。まあとりあえず中の写真見るにたわわにたわわ見とっとりましたね本当だよね、っていうわけだわ、うん、なんでね少しちょっと、うん、まあその中ですごく腫れ上がってるというかさ、うん、パンパンになってる分やっぱり歩くのも辛くなってくると思うので、きつい。明日明後日筋肉注射に、うん、で3日目に自己注射、うん、またそれ動画撮りたいと思います。お腹に、うん、自分で注射でしょ、うんうん、という感じで本日はこんな感じでした。もう座ってんのしんどい、痛い練習できないよ、うん、あとちょっとだけど卵巣の内側からね押されてる感じ。うみちゃん邪魔だななんか卵巣があるじゃん、うん、卵巣の内側からねこうグイーってね開かれてるような痛み、うん、とね座ってるとね圧がかかるから、その圧がかかるのを中からダメよって言ってこうやって広げてる感じなのが痛い。今日が7月の18日、今10時半ですね。自己注射でございます。はい、ここら辺なら拭いた、うん、見ない方がいいね、私肉を吸えてるいいですか、お願いします。今入って薬入れるとき言ってください。今から入れるよ、はい、ゆっくりね、ゆっくりお願いします。抜くよ、うん、はい、お疲れ、よく耐えたやっぱ痛いわ、お腹でも痛いわ、うん、肩の方が痛いけど、肩の筋肉注射の方が痛いけど、無事済みました。これで、今日が土曜日だから、日曜日は何もしないで月曜日に朝9時から、うん、です。怖かったね怖かったでしょ
いやもうね、針刺す経験なんかないもんなって。そうだよね、もう刺さる瞬間よう分かったもん。あ、こいつためらってやがると思って、ゆっくりブスって刺される。最初ね、ためらっちゃった。ゆっくりじゃダメだと思って、その後ニュってやっちゃった。その後は痛くなかったもん。だから勢いやっぱいい方がいいんだね。いいんだよ、絶対。こいつ入り口ためらいやがると思って、痛えと思ったもん。ゆっくり刺さってくから。来ました、うん。お疲れさん。ありがとう。ぬるめになったわ。いや。お疲れさんでした。お疲れ様でした。じゃね、皆さんを騙すような感じになっちゃってるんですけど。ピーちゃんはドライゼロで、ノンアルですよ。だって明日手術ですし。もう昨日注射打ってからのね、体調不良ぐらいがすごい。うまく寝れなかったですね。寝れなかった。心配してくれてるよ。ありがとうございます。心配してくれてんじゃないの。心配してくれてありがとうよ。おはようございます。おはようございます。疲れた。着いた。お疲れ様、ありがとう。今日が7月の20日。はい。朝5時に、違う、6時に家を出まして、はい。今8時半ですね。はい。これから採卵と、はい、いうことで。です。行ってきます。とうとうここから体外受精始まりますよ。うん。ね。頑張りましょう。無事に卵が取れることを祈って。うん、今日は全身麻酔ですね、うん、頑張っていきましょう。はい。じゃあ後ほど。点滴も3時間分。一応ちょっと今日一日ね、様子見で頑張ってください。嬉しい苦しみなんだけどね。そうだよね。全然嬉しくない。お腹の中には水しか入ってない。体重が増え続けてるようなら、すぐ来てくれてた。乗っちゃダメ。パンパンだもんな。ツヤツヤしてね、張りすぎて、うん、今日は採卵後6日目です。今日は餃子とかぼちゃ。全然食べれる気がしない。時間かけながら食べる、うん、お腹の張りは、だいぶきつい。人生初めての50キロ来そうだね。49.、また後でちょっと測るけど、6?、うん、採卵後、うん、体調悪くなりまして。1週間の入院を経て、うん、無事に本日帰還しました。
20日に採卵して21日から、まあ、帰宅したけども、うん、体調が悪くなり悪くなり、うん、まあ、正確に言うと多嚢胞性症候群なので、うん、卵を刺激したことによって卵巣過剰刺激症候群、うん、OHSS っていうのになっちゃう確率がすごく高くなるんだけど、うん、そうだね。それが、まあ、見事に私の体に出たのが21日、うん、でそこから、24日まで入院だった。うんうん、そうだね、うん、でその後に退院をしたものの腹水が溜まりすぎて、まあ、その退院もだからピーちゃんがもう早く帰りたい、うん、早く帰りたいと家に帰してくれと腹水はもう、月経が来るにつれてなくなっていくからっていう説明だったから、うんうん、お家で帰ったんだけれども、その後にまあ、咳とかが出始めておかしいなと思って、ね、もう一回受診したんだよね、うん、27日に受診したところ、うん、まあその日のもうはい入院です、うん、肺の半分以上水が溜まってるっていうのと、うん、ちょっと呼吸困難にちょっとね咳が出たりだとかっていう症状が出ちゃって、うん、呼吸も浅くなる、どうしてもここまで水だから、うん、圧迫されちゃってもう息も絶え絶えみたいな感じになってたから、そうそうそう、相当危ないってなって入院して、うん、結局あの酸素のやつがないと、うん、いけんぐらい の, あの重度の症状になってて、ね、まあ、なんとか元気に戻ってこれたっていうまあ少しずつあの利尿剤というかさ、うん、薬剤の影響で、まあ、腹水も落ち着いてきて、うん、まだ少し胸水も腹水も残ってるけど、うん、トータル6キロ太って腹水だけでまあでも写真乗っかってるやつはまだ3キロぐらいかな。そう、多分あれで、だから本当にひどかった時はもうそんな写真撮る余裕すらないなかった。でも体型的に言ったら妊娠8ヶ月の人と変わらんぐらいのお腹の出たったっていう、うん、あまりにもこう急激にドンと増えたから、そうそうそう、8キロだったもんねあれ、うん、あとまあ本当にその期間ご飯も全然食べれてなかったので、うん、本当にね痩せこけてんだけど体重だけは太って、そう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 、増えてて、お腹もまだ腹水があるからお腹も出てるみたいな感じで、うん、玉造温泉の動画とかの時は、うん、もうピーちゃん入院してるあんまり皆さんにこう心配をかけないようにというか、そうそうそう、形でやってたので、まあ別に騙したわけじゃないから、ね、騙したわけじゃない、うん、そうそうそう、動画の順番がおかしくなってただけだけ、うん、コメントでね、やつれたとかあ、鋭いみたいな予言商品まあこんな感じで、あとは月経が来次第、来次第また大学病院の方で受診して、うん、今度は受精卵を体に戻す採卵できたものが、うん、僕の方に連絡が来て、うん、丸1週間経った後に、要は受精卵にすることができたのが15個、うん、でそのうち凍結に成功したものが、うん、11個なんで結構多いんだよね、うん、まあ本当なんだっけ 40% ぐらいなんだよね、確率的には体外受精の確率が、うん、なんでまあ妊娠すればいいけど、しなくても、まあ、今回こんだけね辛い思いして、うん、採卵でここまで長引くとは思ってなかったけど、結果としては良かったのかなと。そうだね、うん、痛みは忘れるから、まあ、受験者しかこれ言えないけど、まあまあまあね、本当にね、あと重度の症状まで行くとね、うん、まず寝ることもできないの、呼吸器ないと死ぬの、うん、あれはね本当に大丈夫かって思った、うん夜になると症状が悪化するっていうさ、うん、もう本当にあれがあったからね、トータル1週間はマジで寝たきり、うん、ほとんどベッドの上からは動けない、うん、動きたくてもで寝返りも打てない状態で、入院後半はその腹水を出すために、うん、もうトイレとベッドの往復のみ、うん、出す作業だけでもその筋肉を使う下半身がねそうだよね、ちぎれるかっていうぐらい痛かった。でしかもご飯食べてないから力も入らないし、ね、入んない入んないよろよろ、だから次は肺移植か、うん、うん、そうかそうかなります。はい、ということで本日、うん、8月4日です。8月4日はいはい、4回目の病院受診でした。はい、腹水の状態と卵巣の腫れの状態、うん、あとは凍結できた卵の状態の説明と、うん、その後、まあ、結果的には
腹水はもうない、うん、卵巣の腫れもほとんど落ち着いたと、落ち着いた、ほぼ落ち着いたに等しいぐらい落ち着いた。今日から子宮内膜を厚くするための、うん、そうだね、うん、ホルモン剤の投与が始まる、うん、始まりました。これが、子宮内膜を厚くするために使うお薬、うん、飲み薬と、あとは肌に塗るホルモン剤。ホルモン剤、これを次の受診が10日後になるので、それまで毎日決められた分を飲むのと塗るのを繰り返していきます、うん、10日後にもう一度受診をして、うん、子宮内膜の厚さが十分にまで達したら、今度は肺移植の日をその日に決めます、うん、はい、また肺移植日にお会いしましょう。今日が8月の14、金曜日、はい、またしても出雲でございます。ございます。本日は次のステップ、肺移植に進むための日程を決める日でございます、うん、子宮内膜の厚さがどうなってるかを確認しに来ました。はい、どうなってっかね。 うまくいってるといいな。行ってこよう。頑張りましょう。頑張る必要ないのか、うん、待ち時間が長いから頑張るぐらいかな。病院終わりました。はい、ちょっとコロナの影響で お留守番ねえ、車の中で待機でしたけど、一緒に来てくれたのに申し訳ない、まあ仕方ないよ ね、出雲じゃない松江だっけ、うん、でクラスター出た後ですから、ね、で今日は血液検査をして、うん、ホルモンの数値を確認して、うん、もらって、結果とっても良かったそうです。イエーイ。3日後の17日に肺移植することが決定しました。イエーイ。靴下やめてやめて。で現在塗ってる薬と飲んでる薬、これ、ね、うん、これがホルモン塗り薬、塗り薬で、これが新しく明日から使用するホルモンのウトロゲスタン、うん、っていう膣内に直接入れる薬です。高かったな、本日23,958円。やっぱりどうしても ね、お薬代がやっぱかかるからね。まあ、お薬と今回が超音波の、あ、そっかそっか、うん、だったから、その分もやっぱり 4,000〜5,000円ぐらいかかってるし、うん、採血してホルモン値を測るやつもやっぱりそれなりに普通の病院でもかかるもんだから、しょうがないかなとは思うけど、やっぱ実費は痛いなぐらいだね。まあ合計いくらになるのかまた、ね、その辺も大変なとこだけど、まあこんな感じでまた3日後の肺移植日にお会いしましょう。また出雲まで。また出雲で。遠いね。泊まってきたいよね、もう3日間ぐらいね。よし、帰りましょう。帰りまーす。それじゃあ本日8月17日、はい、待ちに待った肺移植日。もうちょっといろんな情報がありすぎて不安、緊張してきた。入社2年目のフレッシュな新入社員でございます。これ NG 新行きなのかな、うん、未公開新行きになるの。ありがとうございます。同じ写真撮ってもらって。本日9月の3日、ついに、はい、前回ね肺移植をして、あ、そうだそうだ、それの結果発表、結果発表でございます。今日も僕入れないのかね、やっぱ行くだけ行ってみよう。帰れって言われたら車で待ってます。待ててください、はい、ということで行ってきます。はい、終わりました。おいっす、 おいっす、お帰りなさい。ただいま。結果的に陽性反応でした、はい、イエーイ。検査薬のあれで陽性反応だったねっていうので、うん、今日は周期で言ったら今4週と5日目ほうになってるから、まだ全然滞納が見えるとかいうのはまた来週やら何やら来週と思ったんですが、本日確認できました。ん、通常の人だったら5週目とかに入ってやっと滞納が
本当に見えるかな見えないかなとかいうぐらい。4週目の時は大体滞納が確認できた。できたのできました。おお。実は写真ももらってきたんですよ。これはひーくんがね、多分見たら泣いちゃうぜ。なんで泣いちゃう。顔隠しとこう。これが、なんかね、これこれこれが大きくなって見えない。見えるかな。後で写真。あ、これ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 です。見えた。うん、これ、うん、まだ4週目だから今日は見えないよねって言ってエコーしたら今5ミリあるの。あ、なんか涙出てきた。よかったよかった。先生から、うん、おめでとうって言われた。もう泣くのずっと我慢してた。ありがたい。本当か。やった。イエイ。嬉しみがすごい。4週目は大抵見えないし、うん、こんな大きく見えると思わなかったねって言われて。涙涙。よかった。よかった。ちなみに前回と同じぐらいの周期なんだけど、今日が。あ、流れた時と、うん、うん。の時は、1ミリ。あ、じゃあすごい育ってる。か、見え。うん、だあの時確認できなかったもんね。そうそう、ほとんど確認できなくて、おそらくそれだろうけど、本当に肉眼じゃわからないぐらいの小ささだったんだけど、それが5ミリだと、おめでとうだと。嬉しくて嬉しくて、もう死ぬかと思った。おめでとうってすごい言われたよ。よかった。よかった。頑張ったもんね、本当に。ずっと見てられる。嬉しいね。また2週間後に育ってることを祈って、うん、2週間後にお会いしましょう。とりあえず今日は本当に嬉しい報告でした。イエイ。今日で10週と5日。はい。僕は果たして今日本当に見れるんでしょうか。まだ対面をしておりません。そうね。ドッキリかもしれないから。ドッキリかもしれない。病院入ったらてってれーって言われるかもしれない。そう、先生がてってれーって言われるかもしれない。それだけは避けたい。まあちょっと2時間半ですね。はい。またちょっと休み休み体無理させないように。はい、行きましょう。行きましょう。では。こっちです。こっちほら、これ目、これ目のところ、ちょっとエコーの性能がいまいちであれなんですけど。でもなんか足みたいに。あ、そうそう、これへその緒で、足こっち。でも大きさ的にもいいぐらいですので。4センチ。4センチ。そう、まあ。動いてる。動いた。こうやって、で、あ、本当だ。ほら、ぴょこぴょこしとらえて、ほらほらほら。泣きそう。動いてる。そう、超元気なんですよ。かわいい。うん、これで足。あ、ばれる。そう、ちょっとすごい動く剣、上手に私が出せないけど。なんでやってきた。寝てる子もいるんですけどね、ちょうどいいタイミングでしたね。